前景佐古排水場ポンプ場は徳島県徳島市南佐古六番町3-11に位置する歴史的な建造物。建築面積272平方メートル。徳島市民からは佐古の浄水場と呼ばれている。国の登録有形文化財に登録。また、毎日新聞社のヘリテージング百選、厚生労働省の近代水道百選に選ばれている。 大正15年に建設された徳島市水道局が管理するレンガ作りのポンプ場で、ビザンの麓にあり、イギリス済みのレンガ壁で刺繍を囲んでいる。内部は一室で漆喰仕上げとし、小屋組は軽量鉄骨のトラス組である。佐古排水場は主に増本町、民屋、新町方面水を供給する、基幹施設として平成7年まで使用されていた。明治時代の徳島では、 セ石リやチョーチフスなどの伝染病が毎年発生し、全国平均を上回る死亡者を記録していた。徳島市を近代都市に近づけるための事業として、明治42年に当時の徳島市長である市坂俊太郎は水道敷設の方針を発表した。17年の歳月を経て、サコポンプ場が完成する。当時の費用で260万円。 徳島市の年間予算の3倍の拒否を投じた一大事業だった。平成10年、国の登録有形文化財に登録される。また、平成18年には、ヘリテージング100選に選出された。ありがとうございます。